ブルーインパルスの飛行は愛知県の県政150周年を記念して今週土曜日26日に行われます。愛知県によりますと26日は6機が午後1時15分に小牧基地を出発し、犬山城、愛知九博記念公園、岡崎城の上空を飛行します。その後午後1時半ごろに新城市、豊橋市上空を飛行、午後1時43分ごろに名古屋城の上空で空に模様を描くパフォーマンスが予定されています。